こんにちは、エムスのフリブです。今日はですね、お休みの予定をお知らせしたいと思います。今日、私が録画しているのは、今ですね20日ですね、4月20日で、明日と明後日は山線はですね、毎週水曜日と、第1と第3の火曜日を、普段お休みさせていただいているんで、今週はですね、21日明日と、22日、水曜日ですね、火水ってお休みさせていただきます。で、来週なんですけど29日の昭和の日ですね、昭和の日、こちらの方はですね水曜日なんですけど営業します。それから、5月なんですが、5月、憲法記念日、緑の日、子どもの日、振替休日、こう連休が続きますよね。で、本来なら5、6お休みなんですけど、5、6も営業いたします。で、まあ、13、こちらは、まあ、正常に戻りまして19、20日、27日っていう休み、5月はなりますね。で、こう休みの期間ですね、皆さんお時間ありましたらぜひ山線の方に来ていただくと、嬉しいなと思います。ぜひ、お休みの期間中ご来店ください。よろしくお願いします。どうも、またよろしくお願いします。